ンポン。こんにちは。え、また来た。なんや、今日はあんただけかいな。いつ悪いんですか。悪いっちゃ悪いな。うちー。あの、前から気になってたんですが、なんや、なんでお二人は仲悪いんですか。それはこいつが全部悪いんや。なんやこら、息ぴったり。こいつが悪いんや。その心は、こいつうちに黙って。一人でゲーム実況なんか始めたんや。ああ、そういえば最初の頃はそっちメインでしたよね。それはあなたが怖いの苦手って言うから気を使って誘わなかったんですよ。最初の頃はホラーゲームとか実況してましたもんね。はあ、怖いの苦手じゃありません。むしろ大好きです。たくなに勘違いして。裏飯や。うわあ。この人が悪いんです。どうしてですか。以前この部活に誘ったのに断られたんです。ああ、そういえばボイスロイド劇場第165話ハイプで誘ってましたよね。君詳しすぎん。なのに最近はすごい顔出すようになってきて。何なんですか。先に仲間外れにしてのはそっちやろ。何をやるか。裏飯や。つまり先生は気を使ってお姉ちゃんをゲーム実況に誘わなかった。それに怒ったお姉ちゃんは先生の部活の誘いを断ったにもかかわらず最近部室にすごい来る。先生はそこに怒ってると。まあその通りや。まとめるとお姉ちゃんのアホなすびなんで今うちパトをされた。はい、では仲直りしましょう。なんでこんなやつと仲直りせなあかんねん。じゃあ謝ります。かる。どうもすみませんでした。絶対謝ってない。絶対謝ってない。謝りましたよね。そうですね。おい妹、ほらまたにも謝ってください。うん、どうもごめんな。謝ってない。絶対謝ってない。絶対謝ってないですよね。心がこもってませんでしたね。おい妹、謝りや。そっちが先に謝ってください。さっきからなんやこのお化け。この物質がちょこちょこ幽霊出るんです。そんなことも知らないんですか。そんなん知るかボケ。ボケとは何ですかこのアホ。なんかやるですか。息ぴったり。